はい、どうも、カネヤンです。今日は報告動画になるんですけれども、実は私先日ですね、鼻の粘膜を焼くレーザー手術を受けてまいりました。で、このレーザー施術は、一般的には花粉症とかアレルギー性鼻炎の方が行う施術なんですけれども、今回ですね、僕は去年からちょっと声の不調があったり、自律神経の不調があったりっていうことで、ちょっと歌いづらいとか、声が出にくいみたいなことがあったんですけれども、それがこう緩和してきて良くなってきて、やっと良くなったかなというところで、3月に花粉症疑惑、鼻がむっちゃ詰まって、ちゃうっていうことがありまして、それで耳鼻咽喉科に通ってたんですけれども、耳鼻咽喉科でいただいてたアレルギーを抑える薬、それから鼻詰まりを抑える薬っていうのがどんどん効かなくなってきて、もう5月以降ぐらいはもうずっと鼻が詰まってる状態、歌う時だけ YouTube 撮ったり、何か作品を納品する時レコーディングしたり、それからリハーサルだったり本番で歌う時の直前に市販の点鼻薬でもう無理やり血管をこう開けて、で鼻の詰まりを取って歌うっていう感じでやってきてたんですよ。だけど、まあ、それやっちゃうとこの血管収縮に体が慣れてきて収縮剤が効かなくなってくるんですよ。最初は1回振ると5、6時間持ってたものが、それが4時間、もうひどくなってくると2、3時間でまた鼻が詰まっちゃうみたいな感じになっちゃって、日々ね歌いながら生活していくにあたって、うわ支障があるなーっていうので、ちょっと苦しくなってきたっていうところがあったんですよ。でそれでもう一度ですね、日頃通って耳鼻咽喉科さん、それからまた別のセカンドオピニオンとして別の耳鼻咽喉科に行ったところ、一つ分かったことがありまして、鼻中隔湾曲症っていう、そういったこう症状があるってことが分かりました。鼻には粘膜と、それからこの鼻骨ですね、この太い骨、それからこの鼻の中にある鼻中軟骨が鼻にあるんですけれども、鼻中隔湾曲症っていうのは軟骨が歪んだりこう曲がったりすることで出入り口を塞いでしまって鼻詰まりが起こるっていう症状なんですよ。ただ軟骨なんで骨骨格です。なので一般的には20歳ぐらいまでで、それはこう出来上がると言われてるんで、本来なら今こんなに鼻が詰まってるということであれば20歳そこそこから鼻詰まりの症状が出てたはずなんですけれども、まあ、僕の鼻中隔湾曲症っていうのはそこまでひどいものではなかったんです。なので鼻の粘膜が通常であれば多少曲がっていてもそんなに鼻が詰まるわけではないっていう状態で、これまで歌の活動をずっと続けてきたんですけれども、それが去年から喉の不調だったりこう精神的な不調みたいなもので、鼻の軟骨が曲がって外に広がっちゃってる、プラス精神的なものから来る粘膜の腫れですね。心が不調になると顔がむくんだり足がむくんだりみたいなことってあるじゃないですか。それの関係で僕は鼻の粘膜がそれで腫れちゃって、いわゆる花粉とかではない、アレルギーではない鼻の粘膜の腫れですね、それが起こっちゃったっていうことらしいんですよ。なので骨格が完成した20代ではそこまで曲がってないからそんなに鼻詰まり気にならなかったんだけど、ここ1、2年で自律神経だったり精神的なものから来る粘膜の腫れっていうのが起こったことによって、多少の鼻中隔湾曲症と粘膜の腫れによって鼻のこの出入り口が詰まってしまって鼻詰まりになってるんじゃないかっていう診断を受けました。治療としてはこの鼻中隔湾曲症というものは軟骨が曲がってるってことなんで、これを治すためにはこの軟骨を削ったり切ったりするっていう、いわゆるこの入院ありの手術っていうのが必要になるんですね。でそうなった時に現在のこう自分の生活状況ね、 YouTube もあったりレッスンがあったりいろんな仕事があるって中で、こう入院して歌えない期間が増えるっていうことがちょっと難しいなってなって、こうどうしようかなって思ってたところ、じゃあ先にこの軟骨を削るっていう手術よりもこの粘膜を花粉症の人みたいに焼いて粘膜をこう縮めることで多少鼻の詰まりが楽になるんじゃないかっていうご意見をお医者さんからいただきました。まあ、そんなわけでレーザー施術を受けてきた次第でございます。今ちょうどねレーザー受けた翌日の夜です。レーザーはこの粘膜を焼くので、あの整形手術とかもそうだと思うんですけれども、いわゆるダウンタイムっていうものがあって、粘膜を焼いているのでこの粘膜がビーって焼かれて刺激を受けたことによって鼻の中にかさぶたができたり、それからこのちょっと血が出たり汁が出たりっていうことが今ちょっと起こっているっていう状態です。なので喋り声もちょっと鼻声かもしれません、もしかしたら。まあそんなねちょっとこう鼻詰まりで今動画をお届けしてるんですけれども、このダウンタイムがだいたい1週間ぐらいあるって言われてるんですよね。最初の2日3日ぐらいはもう鼻血が出て汁が出てきてかさぶたもこうすごい痛いと、それから1週間から10日ぐらいでかさぶたが徐々に取れてきて綺麗に取れると鼻が開いた状態になりますよっていう感じに言われてます。でこの間生配信の時にもお話ししたんですけども、この度ですねコロナ禍に入ってから2年半ぶりに
九州の実家に帰省しようかなっていう機会がございまして、普段はねレッスンがあったり YouTube の撮影があったりいろんな仕事があったり、1週間とか10日歌わないっていう期間を取っちゃうと生活が成り立たなくなるんで、なかなかねこのレーザー治療っていうのもどうしようかなと思ってたんですけれども、今回思い切って2年半ぶりに1週間ぐらい帰省をしようということで、この福岡に帰る1週間を利用してこのダウンタイムにしてしまおうということでレーザー手術受けてきました。お医者さんに言われたのは、粘膜を焼いて粘膜がこう縮こまっても完全にスッキリするっていう感じじゃないかもしれないっていうふうには言われました。なんだけど現状ね、この今の生活リズムとかの中でこう入院して軟骨を削るっていう作業、時間的にもそうだし、あとはやっぱそのメスを入れて体の一部を取るわけなんで、それで取ってスッキリしたっていう方もいれば、それを取ったことによるこう何か後遺症だったりこう違和感が出て副作用があったりとか、そういった方もおられると思うんで、今後このレーザーの具合によっては鼻中隔湾曲症の手術した方がいいよってお医者さんには言われたんですけれども、実際手術するってなると結構慎重に考えないといけないなっていうふうには思ってて、手術したけどその後にちょっと別のところに痺れが出たり、いろんなこう感覚が狂ったりみたいな、そういった副作用があるっていうデメリットがあるっていうことも、ちょっと見たりはしたんで、ただね、今鼻がこう詰まってかさぶたっていう状態なんですけれども、これからね3日4日1週間で経って鼻詰まりですねバッチリ解消して、もっと気持ちよく歌えるようになったらいいかなというふうに思ってます。今回ですね、普段応援してくださっている皆さんへの報告動画っていう感じでは撮らせていただいたんですけれども、花粉症だったりねアレルギー性鼻炎で悩んでる方の参考に、ちょっとでも参考になればいいかなと思って撮っているっていうところもあるんですけれども、実際は今まだこう2日目っていう状態なんで、また1週間10日経ってどうかっていうところは、機会があればまたトーク動画報告動画としてお届けしようかなというふうに思ってます。はい、ということで今日はご報告動画という形で鼻のレーザー手術やってみましたというトーク動画をお届けしました。で、実際ね、僕は日常生活に支障があるほど鼻が詰まってるってわけではなかったんですけれども、やっぱりいい状態で歌を歌っていくっていうところに当たって、やっぱ支障がある、歌いづらいな、声が通らないなっていうところがあって、今回手術に踏み切ったんですけれども、ダウンタイムが終わったところでどのくらいこの鼻の詰まり、声の抜けっていうものが良くなるのかっていうところ、未知数だなっていうところがあるので、場合によってはね、今後鼻の中の軟骨を削る手術っていうものが必要になるのかならないのか、ちょっと今はわからないんですけれども、やっぱ手術するってなるとやっぱ慎重にね考えていかないといけないなというふうには思ってるので、こう花粉症だったり鼻炎の方でいろんな治療、こういう治療をやってみたよっていう方とか、もしくは鼻中隔湾曲症、鼻の軟骨削る手術もしやってみたよとかいう方いらっしゃったら、ぜひぜひね、こんな感じでしたよっていうのをコメントでいただけたり、ご意見いただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。この動画が上がる頃はおそらくもうダウンタイムが終わって帰省して戻ってきてる頃だとは思うんですけれども、またね体調万全にしていい歌を皆さんに届けられるように日々精進していきたいなというふうに思っております。いつも応援してくださってる方、本当にありがとうございます。これからですね、自分のアーティスト活動をですね、よりたくさんの方に知っていただくために、 YouTube、 それからね曲のリリース、ライブ活動、いろんなことをね、自分のやれることを一個一個クリアして、皆さんにもっと知っていただけるように頑張っていきたいなというふうに思っております。ということで今日はご報告動画をお届けいたしました。また歌の動画でお会いしましょう。カネヤでした。また会いましょう。バイバイ。